パブロガブリエル・ガルシア・ペレスは、ウルグアイ・カネローネス出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。19歳で、モンテビデオ・アンダラーズ FC の下部組織でデビュー。ボランチのためゴール数は3年間で1ゴールに止まるも、翌年にはヨーロッパへと旅立つ。アトレティコ・マドリードの下部組織で、プレーの後、母国へ4ヶ月レンタル遺跡に出される。スペイン復帰の後は、 A.C. ミランへ移籍するが、出場機会に恵まれなかった。残留争いをする AC. ベネツィアへ、レンタル移籍し、才能を開花させる。ベネツィアでの活躍が認められ、スペインに復帰しても良いコンディションを保ち、2005年にはボランチの補強を目指していたレアル・マドリードへ移籍。トーマス・グラベセンをレギュラーから追いやって、先発に定着していたものの、2006から07。 シーズン以降はタクラブに貸し出された。2008年、ギリシャのポップテッサロニキに完全移籍した。ありがとうございます。